本日は私が主演の映画にご出演させていただきまして誠にありがとうございます。どうもちょい役でしか出ておりませんでしたけれども、本日の、本日は上映会プラス、舞台挨拶ということで、登場させていただきました、新宿二丁目おねえ系のモノマネ界の妖精とも言われております、私本日の司会務めさせていただきますジェニー伊藤です。よろしくお願いします。今日も撮ってまいりました、今日はね、この母ちゃんに贈る歌、3日間、上映会並びに、舞台挨拶ということで、ね、この3日間にわたって、こちらの方でご挨拶させていただいているわけなんですけれども、ここでね、改めて、この映画の、出演者の方々をお招きしたいと思いますが、その前に一つだけ、注意事項を伝えさせていただきます。舞台挨拶の、ね、終了後に、フォトセッションコーナー、写真撮影コーナーを設けさせていただきますので、写真撮影はその際にされてください、ということでご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは改めまして本日の、ね、この映画の出演者、登場していただきたいと思います。それではどうぞ。それではね、早速なんですけれどもね、もう本当もう熱のこもった演技でもね、もう会場の涙を誘われておりました、主演の相原智子さんにメッセージ。どうもありがとうございます。本当にお忙しい中たくさんおいでいただきましてありがとうございます。今日は私が感想を言うというよりも、私がすごく尊敬している秋吉久美子さんがいらしてくれさって、私は自分で自分の映画をあまり分かりませんので、秋吉さんがもうとにかく大女優さん一言よろしいですか。今お願いしました。私彼女を尊敬してまして、もう、ね、秋吉久美子さんに会えるなんて皆さんちょっとラッキーじゃございませんか。一番後ろにごめんなさい突然。私司会としては事務所的に NG の時ですです。秋吉さんに昨日からメール送りまくりまして無理やり来てくださいって秋吉さんが OK って言ったら私の中で OK なんですよ。私の尊敬する秋吉久美子さんですから、もう大阪のおばちゃんですいません、本当にありがとうございます。もう主演女優がいきなりもうリポーターとかしてしまいました。私どうなることかと思って、もうさっき横でお願いお願いってすいません本当に。ライブシーンでね、歌をね、披露してくれました今谷圭介さん、お願いいたします。はい、圭介役の圭介と申します。ライブシーンで、僕本業はミュージシャンでございまして、僕のオリジナル曲が使われておりました。ありがとうございます。皆さんもきっとそうでしょうけど、相原さんのお母ちゃんをね、見ながら皆さんもきっとご自分のお母ちゃんだったりお父さんだったり、ね、おじいちゃんおばあちゃん、身内の方を照らし合わせて、ご覧になってたと思うんですけど、遅かれ早かれやっぱりね、その介護をする立場、っていうのは誰しもが、訪れることでありまして、その後僕たちも介護される側にきっとなったりする時が来ますね。でもそうですね、これ人間として本当に人生の一つの、いい言葉で言うとイベントとしてですね、絶対に避けては通れない人生経験の一つだと思います。今回この映画に、ほんの少しですが、出演させていただきまして、いろいろ本当に僕自身も考えることがありました。皆さんもきっとそうだと思います。このような機会を与えていただいた、原子監督、
皆様、スタッフの皆様、そして今日ご覧になった皆様、本当にありがとうございました。さくらさちかなと申します。本編では西方さんを演じるね、葉月さんに下手くそと関西弁で言って、それをこう引きずるようなセリフをずっと言わせていただいたという、大事なねシーンをやらせていただきましたけども、本当にこの映画は素晴らしい映画だと思います。僕も介護をずっとして母を亡くした人間で、この映画を見ると、本当に同じところで皆さん立ち止まって今さん悩むっていう、そのことがすごく本当に描かれてたので、本当にちょっと、もし今後ね介護とかされる方はちょっとこの映画を、ちょっと思い出してもらえればいいかなと思ってます。で、ちょっと介護にね役立てていただけたら嬉しいと思います。で、相原さんやね花子監督や西方さん、今日いらっしゃらないですけど、西方さんとかいろんなキャストの方々とか、あとエキストラの方々で見ていただいた方々にね、本当に感謝申し上げます。ありがとうございました。撮影の時はもうずっと明るい顔でね、酔っ払い役だったもんですから、もうまともなこと言えるんですね、作者さんね。大丈夫です。はい、それでは、続きましては、ビデオレターのシーンで登場していただきました、中山さんから。はい、いいですか。はい、中山さん、はい、私は石役で出させていただいたんですが、失礼しました。伊豆からボランティアのエキストラで参加させていただきました。こちらにいる三森さんも出身の方なんですけど、普段伊豆で大活躍している人の僕マネージャーやらさせていただいてるんですけど、見るからに芸人さんって感じなんですけど、石だってうずうずしてるんですけど、はいはい、それでその時に花子さんと知り合いだったということで、私も一緒にこの撮影に参加させていただいて、石役という役をやらせていただきました。あ、石役ですね。はい、そうです、今主役って聞こえてしまいました。石役です。私とボケが被ってると思います。ありがとうございます。すごくいい花子さんにいい経験させてもらいまして、これからいずれ活動上映する活動をしていきたいと思ってますので、またその時には皆さんぜひ来て伊豆に見に来ていただいていきたいなと思ってます。普段は郵便局員さん。はい、そうです。はい、いついつい大切に入らせてぜひぜひ映画の業活動の方もよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そして、はい、ビデオレターのシーンで登場された、はい、別にお笑い芸人ではございませんので私、伊豆でバスの運転手をやってます。あ、バスの運転手なんです。まあまあ、この格好なんで。あ、そうなんだ。リアルにバスの運転手だったんですか。なんちゃって歌を歌ってるんですが、今回は、先ほどの、中山君の説明通り、少しご縁がありまして、この映画、出させてもらいました。全くね、演技とかね、そういう舞台っていうのも全く経験なくて、こんな場所立っちゃっていいのかななんて今思いながらここにいるんですけども、思いながらなんかギターを持ってきてらっしゃるなんかやろうとしてるんですか。持ってきてくださいって言われたんであれなんかやるんじゃないですか。やんなきゃいけないんですか。やらなくてよろしければ。母さんのどうだっけ、練習してないですね。はい、じゃあお時間の都合もありますが、はい、では続きましては大原優太さんにいただきたい。はい、いやこの順番でめっちゃやりにくいです。すいません最後僕みたいなベーベーが最後ちょっと紹介っていうので看護師の田中誠役をやらせていただきました大河原優太です。そうですね、母ちゃんに送る歌で、僕も大阪出身なんで、普段だったら自分の母親のことをおかんと呼ぶんですけど、この映画に携わって、母ちゃんっていう響きすげえいいなって思ったんで、次実家帰るときは母ちゃんって一回呼んでみようかなっていうような気持ち。あ、すいません、滑っちゃいましたね、ごめんなさい。大丈夫よ、可愛いから許してあげる。ではこの映画に、ね、出演させていただきましたのも花子さんとのね、うち その母ちゃんと花子さんがちょっとつながってて、こういう機会いただきまして本当に、人の関係っていうすげえ重要だなっていうふうに
勉強させていただきまして、あの神々ですね、ごめんなさい、あの大丈夫、全然気になんないから本当に関係者皆様に感謝しております。本当にありがとうございます。それでは、鈴木さん、改めてこの映画の、ね、次なる展望の方を花子監督の方から、はい、すみません、本日は本当に皆様ありがとうございました。次回は、関西を中心に私の方が主催して映画の方を上映したいと思っております。春頃に大阪で協力者と一緒に上映をいたしまして、その後京都と神戸とあと名古屋とあと静岡、この2人がなんか見送り頼りなさそうなんですけどねそしていただけるんで、はい、頑張って少しずつですけれども邁進してまいりますので、皆様どうぞ今後も応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。フォトセッション、写真撮影のコーナーに移らせていただきますので、まあ通常ですとね、カメラ写真撮影とはご遠慮くださいというのが通常だと思うんですけど、もうこの映画もほのぼのとしておりますので、この機会に、はい、家族内集合写真でございます、はい、最高の作り笑顔でスタンバイしておりますぜひぜひ写真撮られてください。手を振っていただければ目線が向けますので、はい、そうしないとね、目線が合ってない感じの割絵面になってしまいますのでね、はい、あ、はい、手を振ってください、はい、こう見えてお腹をへっこまして息を止めてこちらも目線、あ、こちらの方の目線、はい、こちらの方、ちょっとじゃあちょっと斜めの方の陣形取りましょうかね、はい、ビデオなんで喋ってください、あ、喋ってください、動画なんですね、動画なんですね、はい、ありがとうございます、はい、そうですね、この場をお借りして今日ね、客席の方にね、いらっしゃいますエキストラの方、ここで紹介させていただきます、まずは、介護士、介護士の看護師役の方に発声しました、失礼して、暗すぎない、ケアマネージャーの役でお出になってました斉田貞子さん、そして今度看護師の役で、東側真由美さんと違いました、あ、あゆみさんですか、失礼しました、東側あゆみさん、どうもよろしくお願いします、はい、そろそろ皆さんも写真取り上げてきた頃だと思います、お名残惜しいはございますよね、ここで、出演者の方に、ね、方々に対していただきたいと思います。それでは今一度出演者の方々に盛大な拍手で、ありがとうございました、以上で、舞台挨拶付き上映会、終了させていただきます、皆様お手元にアンケート用紙があると思いますけれども、ぜひともアンケートの方ご協力いただきたいと思いますので、アンケート用紙まだご記入いただいてない方、ぜひともご協力お願いいたします、ということで本日の、舞台挨拶付き上映会、ジェニーお店に行くよ本当に行くモノマネパブにちょいちょい出ておりますまあ、Facebook とかもやっておりますので、またよろしかったら来てください。拙い司会でしたが、舞台挨拶の司会を務めさせていただきましたジェニー伊藤でした、どうもありがとうございました。
ね。